今日は6月に権利が確定する一押し株の集大銘柄を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今回は毎月好評いただいている一押し株の集大銘柄紹介が授業のテーマです。6月は12月決算の企業も含めますとかなり多くの株の集大銘柄があります。その中で6月決算の企業に絞って注目の株の集大銘柄を紹介するわけなんですけれども、今後の株価の上昇期待ですとか配当金と株の集大のバランスの良さなど、魅力ある銘柄がたくさんありましたので選考にはむちゃくちゃ悩みました。そこから厳選した一銘柄ということで、一押し株の集大銘柄として紹介するのがパンパシフィックインターナショナルホールディングスです。皆さんご存知、総合ディスカウントストアドン・キホーテを中心に国内外で多くの店舗を展開している企業です。気になるパンパシフィックインターナショナルホールディングスの株の集大制度や今後の株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずはパンパシフィックインターナショナルホールディングスのビジネスモデルを紹介します。パンパシフィックインターナショナルホールディングスは1978年に安田隆夫さんが東京西荻窪に18坪の雑貨店泥棒市場を開業したのが始まりです。その創業者の安田隆夫さんは2015年に会長兼 CEO を退任して現在は非常勤取締役となっています。1989年には消費者に良い品をより安く販売するために東京都府中市にドン・キホーテ1号店となる府中店を開設、以後店舗網を全国に拡大していきます。現在は総合ディスカウントストアの主力業態ドン・キホーテのほか、生鮮食品も扱うメガドン・キホーテ、GMS のアピタ、ピアゴ、長崎屋などを運営しておりまして、国内だけでも約670店を展開しています。主力業態である大型ディスカウントチェーンドン・キホーテの強みは5つ挙げられます。1つ目は多様な商品ラインナップです。ドン・キホーテは豊富なラインナップの商品を取り扱っています。食品、家電製品、医療品、化粧品、生活用品、おもちゃなど様々な商品が店舗で販売されています。行ってみたら面白い商品と出会えるかもと、他の小売店にはないワクワク感を与えることで幅広い顧客層のニーズに応えています。二つ目が創造的な販売戦略です。ドン・キホーテはこれまでいなかった創造的な販売戦略を展開して成長を遂げてきました。手書きのポップや数量限定の特化商品、バラエティ豊かなイベントなど独自の商品ディスプレイ、販促手法、深夜営業に特徴があります。三つ目が特徴的なフロアレイアウトとバラエティです。ドン・キホーテの店舗は特徴的なレイアウトで有名です。店内はやや雑然とした配置となっておりまして、商品が山積みされている圧縮陳列で独特の雰囲気があります。また同じ商品が複数の場所に配置されていることがありまして、顧客が探検的なショッピング体験を楽しむことができます。4つ目がインバウンド観光客への対応です。ドン・キホーテは日本を訪れるインバウンド観光客への対応にも力を入れています。外国語対応のスタッフ、免税対応のレジカウンター、多言語の案内表示などが整備されておりまして、外国人観光客にも人気となっています。現在訪日客の増加に対応して旗艦店を中心にレイアウトの変更や外国語対応のスタッフ増員に注力しています。5つ目が M&A 戦略です。ドン・キホーテは長崎屋の買収をはじめ M&A に積極的でして、2019年にはユニーを買収したことで事業規模が大幅に拡大しました。現在は東南アジアなど海外展開にも積極的に動いています。これらのビジネス展開でドン・キホーテは多くの顧客から支持を受けて成長を遂げてきています。直近の間では自社電子マネーのマジカやポイント付与などアプリを通じた来店促進策を強化中です。続いてパンパシフィックインターナショナルホールディングスの直近の決算内容を解説します。2023年6月期第3クォーターの決算発表なんですけども、売上高は1兆4572億400万円前年同期比 6.3% 増、営業利益は817億1300万円前年同期比 29.5% 増、純利益は514億8900万円前年同期比 12% 増となっています。国内のドン・キホーテがイベント需要や訪日客の復調が想定を超えたことで店舗の光熱費の負担増などの影響をカバーして前年同期比でプラスで推移しています。これを受けて通期の営業利益を従来予想の940億円から977億円へと 3.9% を上方修正、
前期比で 10.2% 増益の見通しです。2024年6月期については訪日中国人観光客がさらに増加することを見込んで増収増益の見込みです。続いてパンパシックインターナショナルホールディングスの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけれども、株価は右肩上がりの上昇を遂げてきていたんですけども、2021年11月に大きく下落してしまいます。減益の見通しや月別の既存店売上高が前年を下回るなどネガティブな話題が重なった形です。そこから潮目が変わったのが翌年2022年1月からでして、株主優待制度を新規に導入すると発表したことを皮切りに、昨年の秋からは水際対策の緩和による訪日客の増加に伴う業績アップに株価も勢いづいてきた格好です。現在は2021年につけた2754円、ここの上場来高値にトライするような動きになってきています。パンパシックインターナショナルホールディングスの本日の終値は2488円で、年間配当金は18円を予定しています。よって配当利回りは 0.7% となります。そして注目のパンパシックインターナショナルホールディングスの株主優待制度は、ドンキホーテのほかグループ店舗で使えるマジカポイントです。100株で2000相当で、こちらを年2回受け取ることができます。ということで、100株購入すると年間で配当金1800円とマジカポイント4000円分が受け取れるということになります。業績面は M&A や海外展開の成果を追い風に右肩上がりで伸ばしてきています。またわずかながら増配も続けてきておりまして、引き続き増配も期待できそうです。業績面では上場来高値をつけた2021年6月期の頃と比べますとプラスではあるんですけども、株価はなかなか抜けきれない状況が続いています。現在の株価水準で PR が 23.9 倍でして、流通大手のセブン&アイホールディングスと比べると少し割高となっています。となるとこの2021年頃は相当期待値が高かったと言えます。コロナ禍の巣ごもり需要に期待した買いが集まっていたと思われます。来期は訪日観光客のさらなる増加の恩恵を受ける見通しでして、増収増益で増配も期待できますから、明るい話題とともにこの2754円の壁、ここをの超えてくる可能性はあると思っています。2024年6月期の業績見通しが発表される頃にここを抜いてくるといった形で期待したいところです。続いてパンパシックインターナショナルホールディングスの今後の懸念材料についてお話します。一つ目は競争の激化です。ディスカウントストア市場は他の小売業者やネット通販業者などが入り混じって競争が激しくなっています。価格競争や商品ラインナップの差別化が求められ、市場シェアを維持するための戦略や海外事業の積極展開などの取り組みが必要となってきます。二つ目は訪日外国人観光客の動向です。ドン・キホーテはインバウンドの恩恵を大きく受けてきました。そのためリオープンに向けて外国人観光客に対するサービスを重視しているわけなんですけども、観光需要の動向次第で業績が大きく左右される可能性があります。ここで一つ注意点です。今回紹介した株主優待制度をゲットしようと思ったら、6月30日時点の株主名簿に名前が載っておく必要があります。そのためには6月28日までに買い付けが必要となりますのでご注意ください。今日のまとめということなんですけども、自分のライフスタイルに合った銘柄を持っていれば株主優待はメリット大だと思います。6月はパンパシックインターナショナルホールディングスと同じく株価の上昇も期待できそうな株主優待銘柄がたくさんあります。今回は投資家さん誰もがもらって嬉しいマジカポイントがもらえるということで、パンパシックインターナショナルホールディングスをピックアップしました。株主優待制度と合わせて株価の上昇も期待しつつ、中長期保有で資産形成につなげていきましょう。今日は6月に権利が確定する一押し株主優待銘柄としてパンパシックインターナショナルホールディングスを紹介しました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。